どないしたんですか。まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルアン。話は分かった。つまり俺を登場界に戻すためにお前が大吾をさらったということか。話は分かったって。全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいが、そないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら、登場界は内部崩壊するだけや。死にたいの敵と戦うて、何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりしくさっとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうで薬剤になったんや。せやから登場界には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだら、わし以外の大海のやつでも潰すことができてまう。そないな登場界、わしは困んねや。お前、わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュアン。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。登場界に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました。もうお帰りですか。勘違いするな。俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか。同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。